ジェラール・ジャリは、フランスのバイオリン奏者。1936年、シャテルロを生まれ、アンドレ・プロフィトにバイオリンを学んだ後、パリ音楽院で、ルネ・ベネデッティにバイオリン、ジョゼフ・ベン・ベヌティに、室内楽を学んだ。1951年のロン・ティボー国際コンクールの、バイオリン部門で優勝し、ソリストとしての活動を始めた。1959年に、セルジュコロ、 ミシェル・トゥルヌと共に、フランス弦楽三重奏団を結成し、ベッチ・ィ・ジョラスの四重奏曲に、ジュゼプ・メストレス・クアドレニの三重奏曲、シャルル・シェーヌのサフフォーの四つの詩、ヤニス・クセナキスのイコールなどの初演を手掛けた。オーケストラメンバーとしては、1960年から1971年まで、パリのオペライコール・コミック・ザのコンサートマスターを務め、 1969年からヨゲット・フェルナンデスの後任としてパイアール室内管弦楽団のコンサートマスターとなった。1984年から2002年まではイルド、フランス国立管弦楽団のコンサートマスターを務めた。また教育者としても後進の指導にあたり、1971年から2001年まで母校のパリ音楽院で教鞭も取った。2004年、 サントルイコールバルドロアール地域圏、サンイコールテリフにて没、musimem.com。ありがとうございます。